はい、じゃあ、ありましたよ、ありましたよ。ほら。いやー、近所のセブンイレブンは、置いてないんですよね。ちょっとダメ元でファミリーマート来たら、ファミリーマートありましたよ。じゃあ、もう溶けないうちにさっさと帰って、ちょっと食べてみたいと思います。はい、こんにちは、エルカチャンネルのショーです。皆さん、チョコミント好きですか？僕大好きで、この間5月の15日に、なんとガリガリ君の方でとうとうチョコミントが出ました。ちょっと欲しかったたんで、ちょっとやべ、これ溶けてる感じがするな。近所のコンビニも探してたんですけど、なかなかなかったんですね。で、ダメ元で行ったコンビニでとうとう見つけました。さあ、ということで、もうなんだかんだ言ってる前に溶けちゃうんで食べていきたいと思います。さあ、じゃあ開けていきます。まあ言っても、そうですね、20代前半の時は正直好きじゃなかったです。初めてチョコミント食べたのって、31で、友達が食べてるのをちょっともらったんですけど、まあ歯磨き粉でしたね。それがここ数年ですよ、ほんと。食べてみたら美味しくてっていう、こんな感じですね。外見からちょっと分かんないですけど、いや、ちょっといただきます。うん、あ、チョコミント、そしてガリガリ君らしく、あの中がこの、なんだ、ガリガリしてる、ガリガリ君じゃん、なんだ、説明し、ちゃんと言えないよ。あ、でも、美味しい。あ、チョコが見えた。うん。うわぁ。口の中がやばい、痛い。冷たいもの食べるとダメっすね。一気に食べちゃダメね。ちょびちょびかな。うん、美味しい。なんかこの間あれですよね、あの清金さんもなんかあげてましたよね、これね。結構年がら年中どこかのコンビニでチョコミントが売ってあって、まあでも確かに今日行ったのはファミリーマートなんですけど、あそこに置いてあるチョコぎっしり、チョコミントぎっしりか、あれ好きなんですよ。なんで今日行って
これを買うかそっち買うか迷ったんですけど、まあ目的こっちなんで、まあ言ってもこれ今日あった分10個ぐらい買ってきたんですけどね。でもこれガリガリ君リッチなんで、もしかしたら期間限定かもですね。わあ、なくなったんで普通に販売してほしい。美味しい。もう一回、美味しかった。そしてくじは外れですね。ごちそうさまでした。ということで、皆さんもよかったら食べてみたらどうでしょうか。それでは今回はここまでです。では。